今日はみんなでかくれんぼしましょう。はーい、かくれんぼ。ふんば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 。どうしたの？かくれんぼのうどってどういう意味？うんぽ、うんぽ。そんなのなんだっていいじゃん。知りたい。僕知ってるよ。ぼっていうのはお坊さんの坊って書くんだよ。坊っていうのは子供って意味があって、隠れる子供って意味から。明日会えるから走らないの、転ぶわよ。聞いてないね。素晴らしく聞いてないね。そうなんだ。あ、聞いてくれたの、ありがとう。ウィー。そのウィーって何？ほら早くかくれんぼしようよ。ウィー。だからそのウィーって何？じゃあまずじゃんけんして負けた人が鬼ね。なんで？なんで？なんでって鬼決めないと。じゃんけんやだ！負けたら鬼やだ！でもさ、ルールだから。やだやだやだ、絶対やだ。鬼やだ鬼やだ鬼やだ。じゃあ私とジャガとナガでじゃんけんして鬼決めよう。ああ、じゃあ行くよ。じゃんけんぽん。ぽん。あいこだあいこ。ちょっとなんで出すのよ。じゃんけんしないんでしょ。じゃんけんやりたい。みんながやるなら私もやる。もうわがまま言って。じゃあ鬼になってもいいのね。鬼やだ。じゃあ出しちゃダメ。行くよ。じゃがなが。じゃんけんぽん。は入れてあげて、アーとムーノは無視して勝ち負けを決めよう。もう分かったわよ。じゃんけんポン。グーとチョキとパーだから、はい、行こうでしょ。これとこれで。あーちゃんはチョキ、ムーちゃんはグー。あんたたちのはいいの、はい、行こうでしょ。これはもう全然勝負が決まらない。もう日が暮れてきちゃった。僕は目が出てきちゃった。でもまだ勝負が。いえ、負けね。私が双子のアーとムーに負けたのね。帰ろう。ウィー。じゃがウィーの使い方間違ってる。え、そうなの？今の違うの？